皆さんこんしましま、ニャンティスの新猫好きです。13騎兵防衛圏実況プレイ、やっていきたいと思います。というわけでね、前回はね、肘山高利編の方、続きやってたわけなんやけれども、早々に、ロックがかかってしまったわけなんやね。進行率が 80% 以上の信号8人、今、いおりだけなんだよな、80% を超えているのは。ゴーとレンヤと同じで、相当、後やな、できる時期は。というわけでね、じゃあ今回からね、うさみこと、キサラギトミの、ストーリーを入っていきたいと思います。思えばあれだね、うさみは、他の主人公のね、ストーリーにちょいちょい出てきたけど、宇佐美視点では、今回初めてやね。じゃあやっていこう。はぁ。キサラギ富編。と、商店街。ん？何見て、喜んでるんだ？これ、電話ボックス。そっか、未来人だからこういうの珍しいんだよな。他にもなんかあるのかな。なんかある？あ、こっから先はいけない。なんかあるんかな。あ、バス停。このバスの何とも言えぬ古めかしさ。走ってる車全部かくばってていかつい。いやー、本当古いものは、なんか新しい人からしたらなんか新鮮味があるんだろうな。他にはなんかあるんかな。他は見る。なんだ？あの看板見たことある。昭和タグの解雇動画で見た。動画と同じ。解雇動画。解雇動画の人は解雇された。あ、うろちょろするな、キサラギ。ゴーとレンヤだ。あ、待てよ。どういう経緯で知り合ったんだろう。薬師寺と友達で、泉十郎と、突然出会ってっていう感じだったよね。LINE できねえな。
呆れたっていう、そんな感じやな。他は？他は？なんかある？あ、何あれ、極めつけ？髪型すごい。ね、東方ジョースキみたいやろって。あ、髪型のことを言ったから切れたぞって。そうか、この時のね、大方とはまだ面識ないんだよな、未来人だから。ダメ笑う、何それリーゼントっての、昭和おかしい。やばいやばい、笑うでしょそれ。お前喧嘩売ってんのか。あ、ゴートも来ると。どうやってこのね、尾形と、まあ、友達になっていったんだろうか。わあ、助けてって。すまない、この子はその少し人とずれててね。フォローになってない。よく言い含めておく。変な奴ら、たく胸くそ悪い。なんかごめんね尾形。面倒を起こすな。この時代の理解者の協力で我々はここに受け入れられている。理解者、我々は異質な難民ということを忘れるな。理解者、ああ、何も考えることはできないわけね、理解者。私たちを保護する理解者、軍事企業の敷島でしょ。彼らが欲しいのは未来の技術だけだわ。利用されてんじゃないの？君はそこまで知らなくていい。宇佐美はあれなんかな、その敷島の工場のこととか騎兵のこととかっていうのはまあまあ知ってはいるんか、チラッとは。考える、よし考えるか。クラウドシンク、2025年でもニュースで見た会社だ。冷蔵庫からミサイルまで作ってる大企業で、世界中に工場があるとか。じゃあまあ未来でもあるんだよね。まあさっきクラウドシンクって言ったのはあれだよね、このゲーム、声優の花江夏樹さん、まあ鬼滅の刃の炭治郎とかの声やってる人がなんか実況やってたんだよね。しかもあれなんで、重郎との声優さんと同じような感じで、同じとね、同じでやっとったよね、一緒に。いやー、なんかでも花江さんってこのゲーム出演してたっけ。まあ、重郎はわかるけど、まあどういうつながりなんだろうね。さて、じゃあまあもう一回レンヤに聞いてみるか。場所は知っているな、君には同じ学校に通ってもらう。同じじゃない、通ってる子たちはママより年上よ。ここじゃない、私の学校は2025年だよ。2025年。じゃあまあ最初は考えるか。クラウドシンク、2025年では私は来月16歳になる。でも私がいるこの場所は1985年。私は一体何歳扱いになるわけ。まだ生まれてはないよな。ねえ、手続きとかどうすんだろうね。元の場所に戻してよ。説明したはずだ、世界は壊滅したと。もしそれが本当ならママとパパも助けに戻らないと。戻っても誰もいない、もう手遅れなんだ。時間転移の許可は下りない。それもあいつらの命令。私を勝手にここへ連れてきて、そっちの言葉だけ信じろっていうの。そうだ、我々と退避できた君は少なくとも幸運だ。滅びた世界、まあ、あれだよな、ミイラくんのね、ストーリーではミイラくんの世界が滅びてるし、ね、ナッチーの見た世界でも滅んでるしな。この目で見てもいないのに滅びました。はいそうですかと信じられるもんですか。この様子じゃ拝み倒しても元の時代に戻してくれそうもないし、
こいつらとの交渉材料が必要ね。何か弱みみたいな。ねえ、コートの弱みか。なんだろう。なんかなさそうだな。こちらが正式に説明するまで、勝手な行動はもちろん目立ってもいけない。ともかく君は学校に通うんだ。わかったね。お前はあの薬師寺はどうなったんだろう。わあ、教科書いっぱい。あ、ねえ、みよちゃん。そんなにたくさん何の本借りたの？ねえ、めっちゃあるね。見てもいい？面白いもんじゃないよ。ちょっとだけ。なんだろう。会社指揮法？企業案内に経済誌も。うさみちゃんすごい。キャリアウーマン目指してるの？いや、その大企業の弱みを握って操ったりできないかな。まるでもううさみ支配者になる感じ。少し変わってる。まあミワちゃんもそのなんかね、いろんな男の子を追っかけっていうかね、そんな感じやけど、いおり、なんか久々にいおり話しかけてみるか。こやつはよくこんなに寝てられるな。ねえ、まあ変な夢を見ているんだけどね。借りてきた本。ネットがあったらすぐなのに、本で情報を集めるの大変よ。ネットこの子らはまだわからないんだよね。なるほどね。ここはうさみダジャレ録とつけておくか。多分ここ同じだろうな。まあミヤちゃんにひたすら声かけるか。おー、どうかな。別にいいよ。でも昨日いたクレープもいいな。この頃のってまだシンプルで逆にいけるのよね。ケーキですか。ケーキがいいね。確かにクレープも魅力的。いそう、両方とか。食べたいよね。そら食べたいよね。両方食べたいよ。ん、もう考えるのかな。クラウドシンク。敷島は明治期の動乱に政商として財を成した財閥。就職先人気企業ランキングに常に関連企業の名前が並ぶ。敷島重工は明治に造船所として始まり、後に航空機事業と合併、戦時には兵器製造を中心に発展した。戦後は家電からロケットまで製造する。敷島関連企業の一翼で世界的な機械メーカーだ。かなり成長したんだな。機械だね。2025年クラウドシンク。2025年では私は来月16歳になる。でも私がいるこの場所は1985年。私は一体何歳扱いになるわけ？これはさっきと同じだね。じゃあクラウドシンク。私のいた時代は滅んでしまった。この目で見るまでは信じられるもんですか。奴らの弱みを見つけて私の時代に戻るのよ。戻ったところでって感じやけどな。まあ、クラウドシンク。図書館で資料を探して、敷島重工業についていろいろ調べても、株主向けの情報ばかり。当たり前だけど弱みになりそうな情報なんて載ってない。ん、あ、ミワちゃんに聞ける。よし、じゃあクラウドシンク、ミワちゃんに
意義あり。美和子に聞いてもしょうがないけど、敷島重工って会社のことなんか知ってたりしない？敷島、船とか作ってる会社よね。ああ、私の幼馴染に確かお父さんが敷島に勤めてる子がいるよ。なんと。おお。美和子、お願いがあるの。聞いてみるもんだね。紹介して。いいよ。よし。大企業なんて中は大抵不正と改ざんだらけ。弱みに一歩近づいた。ねえ、どんな弱みがあるのだろうか。ふっふっふー。でも幼馴染か。誰だろう。幼馴染って同じ学校だったのね。でも来ないね。待ち合わせ間違えてんじゃない？ううん。誰だろうな。ちゃんと伝えたし大丈夫。来るよ。約束は破らない子だから。おお、素直じゃん。あ。よ。来てやったぜ。そういうことか。幼なじみだったんだ、美和ちゃんと。あ、まあ確かにこう美和ちゃんはこうねんじくんがねみたいな感じの話はなんかやっとったけね。他は話しかけれない。あ、奥にも行きたいな。めっちゃ話しかけたいんだけど。相手、男っちゃ男だけど。いおりちゃんも例の彼がいるし、みんないつの間にか男の子と仲良くなってて、なんかずるい。ね。美和子。じゃあまあ聞いてみるか。ちょっとこれどういうことなの？あ、彼が幼馴染の尾形年次くん。嘘。で、美和子、どこにいんの？俺のこと好きって可愛い子じゃん。おお。その彼女、うさみちゃん。あ？俺の頭にイチャモンつけた。チンクシャじゃねえか。チンクシャってなんだ？だけど、悪口なのはわかるぞ。チンクシャ。なんだろう。チンクシャ。なんだろうな、わかんない。ちょっと待って、なんて言って呼び出したの？話がある子がいるって。それでなんで告白だと思うの？アホじゃないの？ねえ、まあミヤちゃんが、まあ、キューピッドになってあげているんだよきっと。がっかりさせやがって。いや、それはこっちのセリフだ。喧嘩はダメだよ。いたいた。ああ、いおり。また見えてるよ。また見えてる。もういおりはもうそういうね、見えちゃう子なんだね。ここにいたのに。あれ、消えちゃったよ。 To be continue?あ、じゃない。え？おお、え？転移されたのか？尾形くん、頭打ったな。よかった。起きないから、死んじゃったかと思ったよ。ミアちゃん、ミアちゃんまでここに巻き込んだのか、チキショウメン。何がどうなってんの？わかんないよ。何か光ったと思ったらこうなってて、崩壊した世界やな。見てて。大丈夫か、尾形。大丈夫か、リーゼント。俺は尾形年次だ。覚えとけ、チンクシャ。悪かったな、リーゼント。私は如月富。変な呼び方すんな。このまま。ブーメランだね。
これは一体どうなってるんだよなっていう。そこら中のビルが崩れてる。これってまるで攻撃されたんだ。何か知ってるの？一瞬のうちに街が破壊されてる。ピカッと光っただろう。核戦争が起きたんだ。核戦争？やだわ、ほんと。私たち学校にいたよね。でもここ街の方じゃない？そりゃ多分爆風でここまで飛ばされたんだ。うえそれはないわ。さすがにそれはないな。もう爆風で吹き飛ばされたら多分生きてねえと思うけどな。あんたならきっと核爆発にも耐えられるよ。これは何が起きてんだよ。ここってもしかしてねえ、まあゴートレンヤがいた伏線なんだろうな。世界は壊滅した、ゴートはそう言ってた。まさかここは核爆弾が落ちてたら放射能で死んじゃうよ。逃げなきゃまずいよ。落ち着けミア。出たわたミアちゃん。でもこうなったらこうね、落ち着いていられるんかな今この時期にね、核戦争とかが起きてね、ねこう落ち着きゃいいんだよみたいな感じで言っとってもさ、いざなったら絶対やばいよね。焦るよね絶対。調べる。ここ欅町だ。中の表示板、商店街の近くらへんね。なんだと？学校からだいぶあるじゃねえか。何が起こったかわからねえが、誰もいねえとこ見ると避難したんじゃねえか。じゃあみんなはどこ行っちゃったの？美和子、これは焦るよな。ミヤちゃん落ち着いて。ミヤちゃん、ミヤちゃん、ミヤちゃん落ち着いてくれよと言っても無理だろうな。待て、何の音？お、ダイモスか。お、救助のヘリコプター。いや違うな。ダイモスだなこりゃ。虫じゃねえよな。でかすぎる。いたようだ。ん？2025年。じゃあまあ大方に聞いてみるか。ここは二人が知ってる街じゃない。壊れちゃって面影がないけど、多分ここは2025年。2025年って何言ってんだ。もともとこっちに住んでたの私。あんたの名前は未来人ってこと。言っちゃったね。うさみちゃん大変。お、僕にもう一人いたわ。お、誰だ。お、あー、おい、ちょっと気になるじゃないか。そのもう一人が気になるじゃないか。うわこれ多分あれね、ロックかかるかな。あ、そうでもなかった。どうしよう。多分もう今20分くらいかな。まあねちょうどいいぐらいなんで今日この辺にしたいと思います。いやーなんかほんと突然すぎるな。あの学校のね、学校から普通に荒廃した世界に転移しちゃって。でもな、美和ちゃんをちょっと巻き込むのはちょっと
虫が好かんな、あの子は騎兵と関係ないやろって思うけど、まあちょっとその辺はどうかはね、最後まで見んと分からんけど、まだね、あのうさみ編ね続けられるみたいなんで、次回もね、キサラギ富編、進めていきたいと思いますので、どうか、よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、コメントどしどし待っているよ。それではバイニャラー。ケーキとクレープ、君はどっちの気分？